青コーナー、トリティサンズ所属スミブレー龍一郎。こちらがスミブラ龍一郎。赤コーナー、第7代ディープウェルター級王者アライアンス所属ユータ。第7代ディープウェルター級王者ユータです。なおこの試合はグランド状態での頭部のキック攻撃が解禁されたディープ3ラウンドルールで行われます。新王者は UFC に参戦している中村圭太郎。8人参加の猛者たちが集ったウェルター級グランプリ、開幕試合はここ大阪から。ウェルター級グランプリ5分3ラウンドの第1ラウンドがまずゴングが鳴らされます。この試合はトーナメントのためマスト判定にて判定が行われます。ラウンド1。さあ注目の第1ラウンドです。非常に楽しみな一戦ですね。ウェルター級グランプリ本当にどの選手もという感じ で、本当に猛者たちが集ったという感じですが、はい、まずはこの元王者が参戦です、はい、そして、ね、淡路島から住村、はい、こちらも出てまいりますが、はい、両選手は住村とは、住村選手はね、最近ちょっと前から一緒に練習するようになったんですけどね、はい、住村選手今日ね、ちょっと心入れ替えてだからけど、かなりアグレッシブ、心を入れ替えて、はい、受けなんですよ基本、受けなんですけど、やっぱり自分から展開作らないといけないかなっていうのが、すごいほら、さあ自分からいきますね、アッパーいいですね、お互いに行く、アッパーいいですね、そしてやはり地元大応援団、はい、住村の後押しがやはりこの地元の応援団から来てますね、はい、明らかにね、住村選手ね、はい、ちょっと変わりましたね、ほう、はい、アグレッシブ、この、はい、自分から展開作るようになってます。受けという感じでは全くないですね、はい、受けじゃダメなんだと自分で、はい、気づいたのかもしれないですね。若干手数で言ったら本当ユータよりも住村の方が出してるという感じですね、はい、いいですよ。さあ地元の応援団も湧き上がっています。いいですよ、いいですよ。さあ打ち疲れだけに気をつけないとダメですけどね、さあガードの隙間からユータの顔面を狙っていきます、はい、いいす住村ちょっと腫れてきてるんじゃないですか、ユータ選手どうでしょうかね、はい、さあいいですね、ナイスフック、いいですね、これはいいですね。住村がしっかりといい、ね、アグレッシブに攻めていきます、はい、危ない右、いお互いにパンチの交錯、どうだ、ちょっとふらついたか、住村選手倒れませんよ。ユータ若干今、おーい、サッパー効いている、ここで手止めたくないですね。さあここはパンチの連打、地元倒れ込んだ、これ下になりたくない、ビッグチャンス、住村にビッグチャンス到来か、これは三角締めのような形でしょうか。そうですね、すぐに決まるとは思えないんですけど、はい、住村選手有利なポジションには変わりないですよ、はい、さあしっかりと足をちょっと逆ですね、はい、左足に、右足をかけたいです、逆です、逆です逆、はい、さあ杉村ちょっとここはすごい動きたい、すごい動きたい、危ない、おどうでしょうか、ね、しかしながらここはポジションを与えたくないですね、一旦そうですね、手番を渡してしまうと、はい、ここはユータの時間になってしまうか、はい、スルスルーっと今ユータが足を一本抜いたのでしょうか、はい、そしてサイドにシュッとこうつこうというようなマウントに取ります。住村選手、はい、もうなかなか簡単にポジションを許す選手ではないんですけど、まあ、先ほどのスタンドの打ち疲れというのものがあるかもしれませんけど、もしかしたら若干の影響が出てきているのか、はい、完全に今ユータがここは肩固めだけに、気をつけてね、そうですね、今若干今形が、はい、ポイントとしてはね、はい、打撃を当てた住村選手が僕は優位だと思います、ここで危ない展開にならない限りは、はい、僕は住村選手は慌てることはないと思います、はい、しっかりとポジションを戻したい、これは落ち着きたい、はいはい、さあこの状態依然としてその肩固めに優太が入ろうというところのポイントではあるのですが、はい、住村としてはもうここはしっかりと落ち着いて対処、そうですね、そして、まあ、危機的状況にさえならなければ、はい、というところなんでしょうか、そうですね、マウントポジションが、はい、すごい危機的状況だというふうに、まあ、ポイント的にも高いかもしれないですけど、はい、この先の展開に何もなかったら危険な状態ではないですからね、はいはい、実はさあここの状態、一旦この中心からはずれたような形になります、これだけを気付けたい、さあ気付けたい、危ない、ここ今肩固めの状態、ユータは
さあ残り1分を切って必死に取りに行きますよ、ユータ選手は。いかがでしょうか、両選手いかがですか、このまま肩固めでしっかり体勢に入ればという感じですが、と、ああ、よかった、あ、これは抜けたか、はい、抜けましたね。危機的状況は一度回避されます、はい、さあこれでうまくまずはそうですね、一旦ここで、はい、危機的状況は回避されました。杉村もう一つここで落ち着いて対処できれば、はい、まあ、ユータ選手がこのスタンド での打撃 このダメージから、はい、あのこのグラウンドになってどこまで攻めれるのか、はいはい、もうそれがまたあのキーポイントになってきますね。ダメージからの回復、はい、さあ残りは30秒を切りましたか、はい、しかしながら依然としてまあ上の状態、上のポジションにいるのはユータで す, そうです、ね、ここでもう一度足を一本を抜いて杉村、ここは残り10秒、もう一度の肩固めのような形に入ろうとしている、もう一度アタックをしようというところですが、時間はやはり1ラウンド残り少なくなってきています。ここで第1ラウンドが終了します。いやー1ラウンド終了しましたが、両選手としてはやはりその序盤の杉村の打撃の部分にやはり重きを置きたいという感じでしょうか。もうこんなにも変わった選手ね、そのガラッと珍しいですよ試合の運び方、はいはい、何かこうどこかこう練習のなんかポイントで、はい、なんかメニューの中でそういう風になっていったんでしょうかね。おそらくそうだと思いますね。両選手の今までのやっぱり杉村のイメージとしてはそういうなんか簡単受けというイメージだったんですよね、はい、せっかくのね、はい、あの体格を持ちながらそれを全然生かしきれてなかったんですよ、だから僕ねちょっと毒舌だけですね、なんかどっかで練習の時にねちょこっと言ったことあるんですよ、もっと使ったらって、なんか今日そんな使えてるような感じがしますね。かなり本当に杉村がポテンシャルを全て生かしてるような、はい、はい、さあ第2ラウンドです。ユータ選手はここからどういう風な展開で、はい、巻き返しを図るかです ね, そ, うですね。そして杉村の方ですが、はい、やはり第1ラウンドのあの攻め疲れという面ではどうなのかというのも一つ気になるポイントではありますが、はい、打ち合っていま す, 打ち合ってます、ね、第2ラウンドの序盤も打ち合う展開、これ倒されたくないね。さあ突っ込んでいくユータ、やはりこの突っ込んでいくというところではやはりユータにポイントになっていく、やはり強みはありますよね。まあ、ユータ選手はあの打ち合うよりもやっぱりあのポジションを取って上から、はい、あのグラウンド展開に行く方が得策だと思ったかもしれないですね、はい、さあここは、はい、やはりこの打ち合いになるとどうしても少し、はい、そうですね、危ういかなというのが、はい、最初のユータ選手にちょっと分があると感じたのでこの展開にを選んだかもしれません。1ラウンド中優位に進めていけたというところで、はい、そうですね、はいはい、これはもう押していこうという、はい、住吉選手はダメですよ、ここはあの簡単にポジション許したらダメですよ、はい、さあ肩固め、もう一度その第1ラウンドと同じような展開になっていくような形であります。マウントをスッと取ろうというところ、いやしかし住村もこの足1本、さあここは立ち上がろうというところ、一瞬の隙をついて立ち上がろうというところなんですが、ここはもう一度優太が行きます。ここはしつこいですね、はい、やはりもうこのグラウンドの状態、あのユータ選手も必死だと思いますよ、1ラウンドあのこうやられた分、はい、このラウンドでまた巻き返さないと、もう一つ取り返していかないと、はい、やはりこのディープのルールとしてはラウンドマストではないのですが、はいはい、やはりこうラウンドごとにこう少しずつこう分けていく感じで見ると、そうですね、序盤戦、はい、中盤戦、終盤戦というような考え方をしても、やはり序盤はやっぱり、はい、第1ラウンドはまあ、取られてるイメージという感じですかね、はい、はい、さあ上になったユータ、コツコツ打撃を与えていきます。やはりそのおっとバックに回った、この首どうですか、ユータのこのスリーパー、さあキャッチサインが出ているがどうなんでしょうか、これは腕が外れるか、よく耐えた、これはしっかりと、さあこれはこの後は杉村の手番、バックに回る、大興奮の観衆、観客総立ちで殴っていきたいですね、殴りながら、殴ったところで嫌がったところに、はい、手を滑り込ましてチョークに行きたいですね。さあ場内総立ちで見守ります、腕を、さあ首を取れるか、このポジション的にはどうでしょう、おー終戦一本勝ったのは杉村、素晴らしい、なんと超スリーパー一本勝ち、大アップセットですね、いやー超スリーパーに一本勝ち、杉村
大アップセットですよ。お見事でしたね、はい、いやーもういかがで、もう大アップセットという今コメントがありましたが、いやもう改めていかがですかこの試合。あのね、はい、アップセットってね、ええ、数年に一度あるかないかと思うんですよ、はい、もう今日見れましたね、これが数年に一度の超超超アップセット、はい、いやー元王者雄太からスリーパー一本勝ちですね、はい、完全な勝ちですね。そうですね、はい、お見事な一本勝ちでした住村。いやーもう本当に、いやお子様も泣いていますね、嬉し泣きでしょう。あのですね、はい、あの住村選手はね、はい、何評価したいと言ったらね、はい、あのこの赤コーナー青コーナーってあるでしょ、はい、青コーナーって、はい、こう不利な方、弱い方が青コーナーとされてるんですよ、はい、それが赤コーナーに勝つって、はい、やっぱりアップセットなんですよ、まずは、はい、それだけでやっぱりもう本人もいろいろ悔しい思いもしてきたと思うんですよ、もう勝ったり負けたりっていうところも、はい、続いてたでしょうし、でも今回 の、あの試合に関してはね、はい、あの今まで大阪に出稽古来ることがあんまりなかったんですけど、はい、もう僕たちと一緒にもう練習して出稽古来て、やっぱりあのかけるものが今回の試合にあったと思うんです。一つやっぱり期するものがあって、はい、そのやっぱり一個大きなチャンスをつかんだというところで、はい、自分でまあ今までのファイトスタイルから変えたというところも、もしかしたらそ う、ね、そういうところで芽生えていったっていうところもあるんではないでしょうか、はいはい、さあそしてストレッチャーで運ばれていきます元王者雄太でありますが、いやどうでしたか、その1ラウンド2ラウンドと見てもその打撃でしっかりとこう押してというところで、はい、住村が圧倒的だったという見方でよろしいんでしょうか。いやこんなにも成長が見られた選手、なかなかいないですよ、正直、不利かなと思ってたんです今までの戦い方でね、はい、あちょっと見てみましょう。そうですね、マイクを今持ちました住村、今日は、淡路島から、たくさんの応援来てくれてありがとうございました。今回雄太選手という元チャンピオン相手ということで死に物狂いで練習しました、それが、試合に出たと思います、めちゃくちゃ淡路からの応援団力になりました、本当にありがとうございます。ウェルター級グランプリトーナメント強い選手ばかり出てるんですが、必ず優勝して須田代表の後を継いで、ディープのベルトを淡路島に持って帰りたいと思います。今日は本当にありがとうございました。見事一本勝利、本当にそのやっぱり死に物狂いのっていうところの練習、そうですね、完全にやっぱり実ったというふうにも、はい、いや選手はね、どんなに頑張って、どんなに努力したと言ってもね、はい、結果伴わなければ、はい、それってもう全然なんですよ、はい、何も残らないんですよ、でもね、はい、この選手は頑張って、結果残しました、はい、もう手放しで褒めたいですね、はい、